皆さんこんにちは。バスクラコンクールってご存知ですか？今度日本で初めて、つまり第1回のバスクラリネットだけのコンクールが来年3月、大阪で開催されます。私は金がね、バスクラってすごくこうなんていうか音楽的で、メロディーが吹ける、楽器だというふうに思ってますし、そういうふうに提唱してきました。それを実証するのが今度のコンクールだと思っています。ぜひ参加していただいて、メロディー音楽的に癒し系の音で吹いていただいて、みんなでこれがソロ楽器として成立しうるんだということを、みんなで一緒に証明しませんか。締め切りは来年1月31日ということになってますので、早めに準備をしていただいて、どうぞ申し込んでください。みんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。